本来の時へと帰還した。過去の戦界では玉物前を退けオロチを幽閉すること。しかし今英雄たちの手には完全な心境がある。新たな心境を与えてくれた天帝に報い、再び玉物前の探索に乗り出す英雄たち。ほどなく玉物前を発見したとの知らせを受け、本田忠勝たちは心境を、どうすれば玉物前を封印できるのです。心境を玉物前にかざし気を込めよと。復帰殿によればそれで封印がなる。万が一にも心境を壊されてはなりません。封印する前に玉物前の力を削ぎましょう。確かに気を込める隙を狙われてはかなわん。彼女と接触したらまずは戦わねばな。承知、いざ玉物も。言葉は無用。まずは援助へ向かいましょう。城の無事を確認しなければ。よし、今だ。奴らを取り囲め。何、復兵だと。玉物前の敵さめ。だがそうたってそうはいくか。私の話を聞くのだ。なるほど、私たちは玉物前の仲間だと思われていますね。お任せを。期待に応えねば。お任せを。私の知略に勝てんと思いか。あそこでも誰かが戦っているのか。もし私たちと同じようであれば助けねば。これで援助は進軍できます。早く誤解を解きに行きましょう。やってくれるね。僕が認めるだけのことは。あの城、偽物に騙されてるのか。じゃあ僕が行って偽物を壊してくるよ。
集中しましょう。現状にいるはずがありません。新旧隊たちは偽の両方に騙されていますね。説得が無理なら策で撃って出ます。戦わず優先して敵を引きつけてください。うん、心得た。おお、一段と冴えておいでですな。やってくれるね。僕が認めるだけのことだが、ぶっ殺せぬ者はまかりいでよ。強さだ。そんなの勝てっこねえ。真の武人というものか。リクソンからの書状とは。戦の最中に何事だ。なんと呂布殿が。信じられんな。確かめるだけ確かめてみるか。書状は無事に届いたようですね。あとは陳旧殿の真理を信じるのみです。守りを固めろ。ナタがいるようだが、出陣しないのか。お前は雑魚になど興味ないわ。なるほど。だが守ってばかりではつまらん。門を開かせてもらうぞ。さて、これで手はずは整った。偽の呂布殿、覚悟してもらうぞ。何？しかと気づいておったのじゃ。新旧殿はうまく対応してくれたようですね。残るは何？まさかあらわのことも知っていたか。ええ、この鏡に映せば尻尾が見えますよ。あなたも覚悟してください。気温が冷めたわ。わらわの術を見破るとは小賢しや。出ましたね、玉物前。
あなたが現れるのを待っていましたよ。ハイネバ。こんなところでは負けられません。九尾の狐には逃げられましたが、こちらの被害は少なくて済みましたね。これも早々に偽物を見抜けたがゆえ、呂布殿と名田殿の偽物、今思い返しても本人とよく似ていたな。しかし、神経を使い正体を明かせば倒すことも可能になるのですね。神経にこのような使い道があるとは、天帝には感謝せねばな。上々。